スレイの武器は儀礼剣か。本来宝飾品としての役割を持つものだが、よく使いこなせているな。そう。これは食べる以外で無益な殺生をしないための意味合いもあるけどね。単に遺跡で最初に拾ったからだけどな。最初のきっかけはそうだけどさ。ミクリオ様の武器の頂上は、稽古相手のスレイとの慎重さをカバーするための選択ですね。なんか大きな誤解があるみたいだけどあ、 申し訳ありませんまさか、身長を気にしていらっしゃるとは思わず。だから違うって言ってるのにアリーシャをいじめるなよ、ミクリよこの状況は逆だと思うけどね